ハンガス・デオニスは、スペイン・アストリアス州の混成。コバドンガを含む11の教区で構成される。アストリアス州に18ある四方区の一つ。旧石器時代前期とされる、定住地跡が、母種洞窟とロス・アスレス洞窟で見つかっている。そこには、石柱や骨、あらゆる種類の動物と、ジオメトリックなモチーフを取り混ぜた洞窟壁画が残っていた。 新石器時代の定住地跡はセルムラやトレスパの洞窟で発見されている。同様に保存状態の良いドルメンが見つかっている。アステリアス人とカンタブリア人は共にローマの信仰に抵抗した民族である。ローマ化を進めるにはすでにローマが平定した地域とカンタブリアとを結ぶ道路を建設することが必要だった。伝説では二十二年にコバドンガの戦いで、 勝利した後、既存のローマ定住地を利用して、ペラーヨはアストゥリアス王国の首都をカンガスでオニスに置いたと言われている。彼の後継者であるアルフォンソ一世は王国を拡大し、アストゥリアスの高原地帯にキリスト教徒たちを再植民させていった。12世紀にはすでにカンガスの区分が始められていた。14世紀にオビエド司教の領土となったこの地域は、 やがてカンガスデオニスの名で呼ばれるようになった。別の例として、エンリケ2世は、自らの諸子の領土にカンガスデオニスを加えて与えたが、後年王領へ復帰させている。16世紀、カンガスデオニスは、オビエドで開かれたアストリアスのフンタヘネラルへ代表を送っていた。これらの職務には、当時の名家の出身者たちがついていた。コバドンガに関して、フェリペ世は、しかし、 火事のために絵画や宝石などが失われてしまった。この火事は非常に肯定的なものをもたらした。カルロス三世は王家の利休を心配し、新たな宗教施設の建設やコンセでの生活の向上、はるかに活発な商業取引をもたらす通信手段の改善を行う一連の事業や仕事を行った。19世紀初頭のスペイン独立戦争では、 カンガス・デ・オニスに連帯が創設され、カンガス・デ・オニスは軍事政府の首都となった。数回のフランス軍による侵略で双方に死者が出た。メンディサバル・ポーも変化をもたらした。修道院や教会の建物より少ない物品が売り払われた。カルリスタ戦争も町と住民に衝撃を与えた。19世紀半ば、ポントント・リバデセリアへ向かう道路が改善された。 ブフェレラ鉱山を運営するイギリスの会社が地元労働者を体制雇用した。20世紀、コバドンが山岳国立公園が設置され、カンガス・デオニスはビリアの称号を得た。1930年代後半のスペイン内戦では、コンセ性全体が数回爆撃を受け、共和国側がセリア側に架かる橋に爆弾を仕掛け、破壊した。内戦では、 コンセイユ側が反乱軍に対してゲリラ戦を行ったために、フランコ体制機には政権側がカンガスに対して報復を行った。農業と畜産が古くから行われている。風光明媚な田舎の観光が人気を集めており、コバドンガの聖なる洞窟やコバドンガ声の観光客はアステリアス州内外から集まる。ありがとうございます。